ゼレンスキー氏のオルバン氏への怒り子供が死に家が壊されることを分かっているかパリの窓ハンガリーのブタペストで会議取材を抜け出しレトロ博物館に行った東西連戦中の生活が再現されている共産主義来賛の教科書やレーニン像を見ながら前日の記者会見を思い出した。 オルバン首相とウクライナのゼレンスキー大統領の欧州だオルバン氏は会議のホスト役仲の良いトランプ前米大統領の復活に勢いを得てウクライナはすぐ停戦すべきだ西側でも停戦支持が広がっていると訴えた続いて疲れた顔のゼレンスキー氏が登壇し停戦を求めるのは我が国を北大西洋条約機構 NATO に入れたくない指導者だ と反論した一方で NATO 加盟も領土奪回も実現できず停戦圧力をかけられるかもしれないと覚悟している停戦後どうなるか分かるかあなた方は子供が死に家が壊されることが分かっているのかと心情を吐露したオルバン氏はゼレンスキー氏より15歳上若い頃は民主化の闘志だった ソ連のくびきの重さを身に染みて知る世代だ救いを求める隣国の手をなぜ振り払うのかゼレンスキー氏は悔しかったに違いない博物館で赤旗を振ってソ連を称える行進の画像が流れた地元の観光客は懐かしいと無邪気にはしゃいでいた戦禍のウクライナ人の目にはどう映るだろう NATO ブリンケン米国務長官北朝鮮のウクライナ戦線派兵で強力な対抗措置の実行を表明本日は北朝鮮の動きに対するアメリカの対応について重要なニュースをお届けしますブリンケン米国務長官は北朝鮮がウクライナ戦線に兵士を派遣しているとの報道を受け強力な対抗措置を実行する との姿勢を明らかにしました北朝鮮とロシアが結びつきを強化する中アメリカはこの協力関係に対し断固とした対処をする構えを示していますこの強力な対抗措置がどのような形で実施されるのかまた北朝鮮の参戦がウクライナ戦争や国際社会にどう影響を与えるのかについて詳しく見ていきましょう それでは記事の詳細に入りますブリンケン米国務長官は13日ブリュッセルの北大西洋条約機構 NATO 本部でルッテ NATO 事務総長と会談しロシアに侵略されたウクライナに対する軍事支援の強化策などについて話し合ったブリンケン氏は会談後の記者会見で北朝鮮がロシアに加勢するため ウクライナとの戦闘地域に軍部隊を展開させた問題で北朝鮮軍による抗戦を確認したとし強力な対抗措置が必要であり実行に移されると述べ軍事支援の強化による反撃行動やロ朝への制裁の強化を示唆したブリンケン氏はまた欧州大西洋地域とインド太平洋地域中東の安全保障は 分になっていると訴えインド太平洋のパートナー諸国との連携の強化に引き続き取り組んでいくと強調した会談ではウクライナ支援に懐疑的なトランプ次期大統領が来年1月に就任するのをにらみウクライナが当面の大陸防衛体制を確保できるよう無効数ヶ月間で支援を拡大させていくことで一致した。加盟各国が今後も 国防費の増額や国防産業の基盤強化に取り組んでいく方針も確認したブリンケン氏は同日欧州連合 EU 本部も訪問しウクライナ支援などに関し協議したトランプ再登板で早くも始まった世界の大転換 EU がロシア産天然ガスから米国産に乗り換え 中国資本の企業にも脱中国の動きが反撃したメキシコの移民キャラバントランプが当選してからまだほんの数日しか経過していないがアメリカ国内はもとより国外においても実に興味深いことがいろいろと起こっている今回は国外ですでに現れた変化について紹介しようと思う。 ロイターはメキシコの南部都市タパチュラを11月5日に出発した時点では3000人いたアメリカ移民を目指すキャラバンが7日段階では1600人以下に縮小したと報じた選挙結果が出るとすぐにキャラバンの人数が半分程度になってしまったのだ入国できてもすぐに強制送還されるんじゃ意味はないとして 仕方なく母国に帰る選択をした人も多いのだろうトランプ政権が正式に発足した後はさらに移民の流れは細ることになるのは確実だ中東にも大きな動きが生まれたカタールはハマスに近い立場を取りハマス政治指導部を国内に居住させハマスの事務所の設置を認めハマスとイスラエルとの間での マザでのの交渉の仲介も行ってきただがトランプの当選を受けてカタールはアメリカ側の要請に応じ自国に拠点を置くハマス政治指導部の国外追放に同意する動きに出たハマスとイスラエルの双方が停戦に向け真剣に交渉する意思がないことを理由として停戦交渉も中断したイスラエル側だけを批判するのではなく ハマスも同様にに批判する立場に変えたのだ。サウジバイデンの扱いと運命の差サウジアラビアの変化にも注目したいサウジアラビアのニュースサイトアラブニュースはサウジアラビアがアラブ諸国をリードしトランプ氏を祝福との表題の記事を出したアラブ諸国をリードしなんて言葉をわざわざ挿入してまでトランプ政権の復活を評価しているのだ イランはこれまでガザ地区のハマスレバノンのヒズボライエメンのフーシ派などに武器と資金を提供してイスラエルやサウジアラビアなどを攻撃させてきたイランはイスラエルにとっても厄介な存在だがサウジアラビアにとってもそれは同じだこのイランに対してバイデン政権は力で対抗しようとはせずオバマ時代に同様に甘い対応に動いた だからバイデンがサウジアラビアを訪問した時には王族は誰も空港に迎えに行かなかったサルマン皇太子はバイデンと握手することも拒んだこうしたバイデンに対する扱いと今回のトランプに対する扱いは運泥の差だ EU トランプのエネルギー大増産に乗るアメリカがサウジアラビアを仲間として引き込み ロシアとの距離を取らせるように動くことが期待できるようになるとロシアの石油や天然ガスを国際マーケットから締め出すことも可能になるそしてこれをやられるとロシアは本当に困ることになるこうした動きはウクライナにとっても実に大きな意味を持つことになるだろうこのことに関連した流れが欧州でも始まった。 EU の行政機関である欧州委員会のフォンデアライエン委員長はトランプとの電話会談を経てロシア産の LNG をそれより安価なアメリカ産 LNG に切り替えればエネルギー価格の低下につながると発言したアメリカの LNG の輸入を増やしロシア産の LNG を排除すると言い出したのだ。 世界がロシアの石油や天然ガスに全く頼らなくても経済が回るようにすればロシアは外貨を獲得することができなくなって大いに困ることになるこれが最もロシアにとっての打撃になることが分かっているのにこれまで温暖化がどうのこうのという理屈をつけて西側は自分たちに近い陣営でのエネルギー増産に走ることをなかなかせず 自爆状態になっていたしかしトランプは再びパリ協定から離脱してアメリカを世界一のエネルギー生産国にしヨーロッパにも石油や天然ガスをガンガン売る姿勢を鮮明にしフォンデアライエンもこの動きに乗ったのだ中国資本の企業まで脱中国台湾の動きも興味深いトランプが中国に60%から 100%の交換税を課すと公約していることに絡み影響を受ける可能性がある台湾企業が中国から生産拠点を移転するのを台湾政府は支援すると表明したのだ中国企業にも同様の動きがすでに出ているロイター通信はトランプ氏の帰り先が決まって中国からタイ、マレーシア、 ベトナムなどの東南アジア諸国への工場移転が加速すると見られていることを報じた。これは、中国資本の企業も、脱中国に動いていることを示している。タイの事業用不動産大手、あまたの創業者で、会長のビクロム氏は、トランプ氏返り咲きは、中国にとって大打撃で、同社が中国以外の4カ国で造成している工業団地に、 中国から移転を検討している企業は倍増する可能性があると語っているタイのピチャイ商務相は中国からの多額の投資を我々が米国に輸出できるような形にしていきたいこれは実現すると信じていると語りマレーシアの製造業連盟を率いるソーティアン・ライ氏は この再編でマレーシアは米国やその他重要市場向け輸出シェアを拡大する新たなチャンスを得られるだろうと期待を膨らませているこうした流れを見ていくとトランプ当選直後から実に興味深いことがさまざまに起こり始めていることがわかるだろうその中で特に注目すべきは世界的なサプライチェーンの組み替えが一気に動き始めたということだ 脱中国脱ロシアという動きが強化されるのは確実で他国の在り方に武力を背景に干渉してくる権威主義国家軍が世界経済の中から切り離されていく流れが見えてきたのだ。